Look at this little punk trying to squirm away! Stop screwing around!何度見てもいい。素晴らしい。間違いない。君は素晴らしいよ。さてと、何も心配するまでもない、ナイシ。はい。会長が先日テレビでおっしゃった一言で、格闘界はもちろん、いろんなメディアからの問い合わせも殺到しております。100年に一度の逸材はちょっと言い過ぎたと思ったんだがな。しかしアメリカの地下格闘界は未知数だと聞いてはいたが、正直疑っていたよ。でも立ち寄ってみるもんだな。全くです。荒削りだが、ラスベガスで見せてもらった実力は本物だ。観客を熱狂させた姿がまさに表している。時代はこういう男を待っているんだ。達也は我が剛健ジムの宝になる。医師、ここから達也のデビューまで失敗は許されんぞ。はい、達也の才能は予想以上です。練習嫌いに少々手を焼いていますが、リングに立てば私もびっくりするほどの別人です。順調にいけば史上最短記録でベルトもつかめますよ。なあ達也。おい、会長が話してらっしゃるんだ、ちゃんと聞け。要するに勝っちゃいいんだろ。バカ野郎、お前まだタバコやめてなかったのか。まあいいじゃないか。こう見えてこいつは分かってる男だよ。タバコぐらい吸っても無茶はせんよ。達也、金は足りてるか。取っときなさい。無駄遣いはするなよ。そうだよな、お前は分かってる男だったな。達也、ボクシングは残酷なスポーツだ。勝てば金も地位も女も全て手に入る。だが負ければチンピラ、いやチンピラ以下に逆戻りだ。何が言ってんだ。俺の何を知ってるってんだ。いや何も知らんよ。だがお前はあんなところでくすぶるべき人間じゃないってことは知ってる。そしてお前もそれが分かっているから今ここにいるんだろう。夢を叶えるためには才能はなくてはならん。でも才能は磨かなくては光らん。そして磨くには金がいる。それは過去も未来も同じだ。違うか。お前には才能がある。あとは心配するな。足りないものは私が全部面倒を見る。明日テレビで私が会見をする。そしてその瞬間からお前はもうスターなんだ。そうだぞ、自覚を持て達也。うるせえよいちいち。おい、いい加減にしろ。私も会長もお前のためを思って。ったく、もういい。おい、車止めろ。なんだ。どうした、ホテルはまだ先だぞ。いいから止めろ。
こ行く気だ。明日は記者会見なんだぞ。分かってるよ、すぐ戻る。あのバカ。どうしたって言うんだ。いや、多分小遣いで早速買いたいものがあるのかと。そうか、まあ洒落た服でも買えばいい。スターは見た目が大事だ。だがあいつはまだガキだ。しっかり見ていろよ。はい。あいつにかかっている金、根回しの苦労、石、分かっているだろうな。はい。1年ぶりか。相変わらず汚ねえ街だぜ。
才能がある。そうだぞ、時刻を持て達也。お前はもうスターなんだ。俺はあいつらのおもちゃじゃねえ。おらどないした。おらかかってこんかい。ビビって手も出されんのか。あどうせ使わん手足やったら一生使われへんようにしたら。よし待てよ。おいおい、ここはカムロ町だぜ。いつから関西人が幅利かす町になったんだ。なんやわ、あれ死にに来たんか。お前らこそ誰だ。アシュラや。分かったら消えろ。アシュラ知らねえな。なんやだ。そういやここらで見かけん顔やの。悪い、どこのもんや。筋もんか。俺はヤーさんじゃねえ。そうか、ほなやめとけ。てめえらじゃ俺に触れることもできねえ。行かせるな。なるほど、ボクサーか。でもまあヘタレボクサーだな。やめとんのか。悪い、別に不思議なことじゃねえだろ。素手のジャブが顎をかすめたんだ。脳震盪ってやつだよ。ボクサーならそんぐらいわかるよ。おらと、そっちはボクサーじゃねえ。いてまるぞこらー。